こんにちは。趣味を何でもむしゃむしゃ、DJ 石川です。むしゃむしゃラジオでは、いろんな方をゲストにお招きして、趣味のお話を聞いています。その趣味の楽しいところや、始め方など、美味しいところを聞いて、新しい趣味を見つけるきっかけにするための番組です。皆さんの今お持ちの趣味って、いつから趣味ですか？趣味って、履歴書とかに書くときに、ああ、自分の趣味ってこれだなって、どちらかというと振り返って趣味これやってるなっていう気づき方しますよね。さあこれを趣味に始めるぞ、今日からこれが趣味だってあんまりない気がします。本日のゲストははっきりとこの日を境にこれを趣味にしようと決めた方です。一体どうやってこれを趣味だって決めたんでしょうか。それでは今日もいただきましょう。DJ 石川のむしゃむしゃラジオ、早速今日のゲストをお呼びしましょう。今回のゲストはこの方です。こんばんは、おとと申します。よろしくお願いします。おとさん、よろしくお願いします。おとさん、簡単に自己紹介お願いできますか？はい、20代前半で全然おしゃべり得意ではないんですけど、お邪魔しました。よろしくお願いします。お願いします。私の趣味は書道です。書道、僕の書道歴は本当に学校の授業で書いたものだけ、はいはい、だからもう何年も書道してないと思うんですけど、はい、その書ですよね、書って。その書です。書を趣味でやるってどういうことなんですか？きっかけにも関わってくるんですけど、私の両親が自分の子供だったらまあちょっと学力は見込めないだろうと言って、小学校の1年生、うん、せめて字だけは綺麗であってほしいという思いを込めて習字を習わせたんです。あ、なんかそういうご両親としてはちょっと消極的な理由から始めたそう。で、私もまあ習い事だからそんな楽しく行ってることもなくて、うん、ただまあ週に1回ぐらいだからぼんやり続けているみたいなのを高校の3年生まで続けたんですよ。長っすごいですね。なんかそういう習い事ってやっぱり小学校卒業のタイミングとか何回か辞めるタイミング来ちゃいますけど、高3まで続けたんですね。そうなんです。毎回行ったらお菓子がもらえるっていう、それにつられて12年間続けましたあ、高3でもお菓子につられて行ってたです。18歳であろうとお菓子で頑張れましたいいですね。そうそう、でちょうどその後、まあ、大学入った時に、まあ、辞めたんですけど、うん、ちょうどコロナ禍に数年経って入っちゃって、もうすることもない、はい、出かけるのが趣味で旅行大好きだったんですけど、うんうん、まあ、できなくなった。お家でできることなんだろうなって思った時に、まあちょっと続けてたし、ちょっと習字とは違くて書道でやってみようかなっていうのがきっかけでした。へえ、もうその高校生までやったタイミングも書のことが好きになってたんですか？まあそうですね、まあ、続けるくらいだから好きではあったんですけど、なんだろうな、趣味って言っていいのかみたいな葛藤があったんですよ、うん、その中で。それはなんでですか？ずっと私それこそ大学入るまで趣味っていうものがなくて、それは多分自分のちょっとこう完璧主義に近いものがあったからだと思うんですけど、うん、はい、この程度は趣味なのかっていうのですごい迷ってたんですよ。そうです、趣味のハードルが高かったんですね。めちゃめちゃハードル高くて、うん、ああ。って言っていいのかなって思ってたんですけど、うん、大学生になったら社会人になった時のこと見越して趣味の一つや二つ持っとかないとなっていうのが芽生えて、おう、でそしたらこういろんな SNS とか見てたら、うん、自分の好きな範囲で楽しんでる人たちってたくさんいて、それは書道に関わらずいろんな分野に関して自分の好きなできる範囲で楽しんでる人たちを見てたら、あ、うん、書道も自分にとってはこれでいいんじゃないかなって思い始めて趣味になりました。なるほどね、結構おとさんは趣味というものに真摯に向き合ったんですね。めちゃめちゃ真摯に向き合いましたなんとなくこれ好きだな、あ、じゃあこれ趣味じゃなくて趣味とは何なんだっていう。そうなんです、うん、めちゃめちゃ合いましたね。だからこそ石川さんのポッドキャストの方ですごい気になったんですよ、その趣味っていうところを置いてるから。ありがとうございます習い事としての書道と趣味としての書道って、何かコロナ禍に入って趣味となった時に何かその差っていうのはあるんですか？そうですね、もっと厳密に言うと、こう表面的なところで言うと、私がやってたのは習字で、うん、字を習ってたんです、うん、はい、
でも書道っていうのは臨書って言って昔の字を真似て書くと創作って言っても自分なりの形を作り出して表現するっていうのがあるんですけど、うん、どっちかというと習字は本当真面目に真似をしなきゃいけない世界で、ただ書道は自分なりのやっぱ道、書の道があってそれを表現できる、うん、まず表面的に違うんですけど、それ以上に私自身が結構言葉とかが好きで、うん、はい、文章ももともと好きだったんです。言葉の意味を考えたりその背景考えたりそこから物語を作ったり言葉の世界が好きだったから、うん、その自分が思ったこととか感じたことをこう筆に乗せて書けるっていうのがこの書道の楽しさで、その前の集中が違うところだったから、うんうん、ここが大きな差かなっていうふうには思います。あー、なるほど。じゃあ今やられているものはこんな表現が正しいのか分かんないんですけど、アートに近い書道っていうことなんですかね。まさに本当にそうです、うんうん、だから別に誰かに上手だって言ってほしいっていうこともないし、はい、特定は本当一部の人に刺さればいいかなくらいの気持ちでやってます。なるほど。もう、うん、自分の感じあまり字を描いているっていうところがなんか習字の捉え方としては不思議ですね。その自由に書いていいっていうイメージが書道になくて。そうですよね。綺麗な字、フォントみたいな字を書くのが習字っていうイメージがあったから。そうですよね、うん、書き順は維持しつつなんですか、書き順も自由みたいな感じなんですか。書き順も自由だし、うん、表裏自由と私は捉えてます。使ってる道具が一緒みたいなぐらいな感じなんですか。そうですね、筆で書くぐらいです。何に書くかはまた違うって感じですね。あ、なるほど。木に書くこともあれば、なんだろうな、うん、段ボールに書くこともあるし、何に書いてもいいと、うん、なるほどね。それはその習い事をしている時にはもう半紙とかには書いていたけれども、うん、自身でやりだしてからいろんなものに書くようになったんですか。そうなんですよね、どん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 広がってきます。それってもともとその十何年間やられてた経験があるから、うんうん、あえてちょっと新しいことに挑戦しようと思えたって感じなんですかね。そうなんですかね。でも別にもし自分以外の人が初めて筆を持ったタイミングで書道の道でアートに近いものをしようとしててもそれはそれでその人にしか描けないものだからいいなって思いながら、私にはできないことだから羨ましいこともありますね。なるほどね。いや、まあこんな聞き方をしといてあれなんですけど、事前にねインスタグラムのアカウントとかを伺っていたじゃないですか。はい、で拝見はしているんですよ。あ、ありがとうございます。なんていうんですか、確かにその授業でやった習字みたいなそのフォント的な感じでは全くないですし、うんうん、あのその崩して書いてるっていう意味もわかるんですけど、これもともと字が上手い人のこう書だな。あ、本当ですか。うん、なんだろう、バランスなんですかね。あ、でも確かにバランスとかは結構大事かもしれない。どこを軸に置くかとか、うんうん、私の中で一番重要にしてるのは空間という余白の使い方なんですけど、はい、それをいかにこの四角の中に寄せて書くか、真ん中に書く必要はないから、でもバランス崩せない、うん、まあ、崩していいけどあえて崩した形にしなきゃいけない。その時はやっぱ元々のベースの形っていうのはイメージしてますよね。その綺麗に書いた時のイメージをしてます、うん、なるほど。近寄りがたいって書いてる作品なんかはもうまさに言葉と空間の使い方で表現してますもんね。そうなんです。それをもう言葉から表現したっていうものですね。へー、いやーなんかめっちゃかっこいい。ありがとうございます、うん、僕ねグーの音とか好きでしたよ。あ、ありがとうございます。結構私お気に入りの作品で、うん、いや僕その美術館行ってアート見るのとかもなんですけど、うんうん、なんかそういういろんな絵画とかを見ている感覚に近くて、うん、なんかこの作品好きだなとか、うんうん、こう全部こう上手だな、あでもなんか僕の金銭にはこれが引っかかるなとか、そういうのがありますよね。そういうのを思っていただけるのが一番嬉しい。もともとは最初の方はなんか自分のこの思いをどうにかして書で伝えてやろうみたいな結構美好的な感じの作品が多かったんですけど、はい、いつか別に伝わる必要はないんだなっていうことに気づいて、自分の気持ちがではないなと思って、誰かが自分とは違う、自分がこれが一番だと思った作品とは別の作品からなんか自分なりの捉え方で楽しんでもらえる、なんかアートとしてあるべき姿なのかなっていうふうに自分では捉えたので、なんか、うん、あこれですねっていうのをいろんな方面から聞けるのがなんか一番楽しい瞬間。あ、
もう本当多分全部が全部の意図したことを僕が多分感じれるわけではないと思うんですけど、うんうん、あこれはこういうことを考えながら書かれたのかなとか想像して見るのが楽しいですね、うん、ありがとうございます、うん、それは多分アートが好きなんだろうなと思います、うん、石川さん自身も、うん、抽象画を見て作者の気持ちを考えるって結構難しい、うん、そうですね、でそれが合ってるかどうかの答え合わせも自分の中で難しいと思うんですけど、うん、日本語で分かるっていうところでもうちょっと音さんの意図を察する楽しさみたいなのがそれが合ってるかどうか分かんないんですけどあこういう風に考えたのかなとかっていうのを考えるのが楽しいっていう意味ではすごくいいですね。ありがとうございます。すごい奥の深い分野だとは本当に思います、うん、今このインスタに上げられてる章は何に書かれてるんですか。その紙に書いてるんですか。最近はポストカードに書いてることが多くて、うん、私の手元にはもうポストカードの形で存在してるんですけど、はい、それをスキャンしてデータ化して載せてるっていう感じ。このインスタグラムの中では正方形じゃないですか、はい、頭の中でそのポストカードを正方形にトリミングして、うん、そこで書いてるんですか。いやもうポストカードでの余白を考えてます。だから正直インスタの方は、うん、では多分伝わり方が全然違うと思います。あそうなんだ。そうなんですよ現物の楽しみ方があるんです、うん、その音さんが描かれた現物はどっかで見れるチャンスはないんですか。いや今年中に個展を開きたいなって思ってて、うんうん、それはまあその1週間とか大きいものは想定してないんですけど、まあ、1日2日とかそれくらいで、うんまあ、誰が見に来るかもわからないですけど、うんまあ、ちょっと表現の場として開催しようと今年こそ。それちょっと教えてください。絶対行くんで。ぜひお願いします、うんこのポストカードを縦に使ってるのか横に使ってるのかも分かんないし、そうでしょあのこのインスタグラムで想像して答え合わせでその個展に行くのめっちゃ楽しそうですね。絶対楽しいと思います。あなるほど、近寄りがたいわ、こっちが空いてたかみたいな感じのことにねありそうですね。えそこに寄せてるのとか、うん、そっちの大きさで書いてるの、うんうん、こんな満帆に書いてるの、こんなちっちゃく書いてるの、そういう楽しみ方があるんですよ。なるほどね。なんだすごいな。えこれ全部筆で書いてるんですよね。全部筆です。でも全然雰囲気違うでしょ。うん、なんかクレヨンかなみたいな感じのね、うん、あの散歩とか、あ筆で出るんだこれって。いるんですよ。太字で力強いのもいいですけど、うん、傷跡みたいな感じのラウンドしてるところが綺麗なのもいいですね、うん、結構そういう書き方によってやっぱその思いも変わってくるかなっていう風に思ってるので、うん、ここはちょっと書き方すごく考えます、うん、伝わる思いも変わるかなっていう。そうですね。これ今音さんが制作される時って、はい、この例えば劇的とか傷跡とか、うん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 、この字を書こうっていうのはどういう時に思いつくんですか。これですね、いろんなパターンがあって、うん、私が文字を書くときは例えばこういうことを伝えたいなっていう思いが先にあって、それを伝えるためにはどんな言葉が適してるかな、はい、で言葉を考えることもあれば、うん、パッと例えば街中とか本とかから浮かび上がってきた文字が先にあって、うん、あこれはどんな意味かなっていうのでその奥の思いを表現することもあればで、まあ、いろんなパターンと、そのすごいな、伝え方難しいですけど、うんうん、でもメッセージがあってそれを伝えられるための文字のピックアップだったり、もしかしたら伝えたいことの本文には載ってない単語なのかもしれないものを引っ張り出してきているのを、今度受け取る側はこの言葉から音さんが何を伝えたいのか考えるのって、さっきの近寄りがたいだからここに書いてるじゃなくっていうだけじゃなく、読み取る側がさらにその奥に何かあるっていうのをちょっと謎解きゲームみたいにいろいろ考えたくなりますね。そうでしょう。私すごく、うん、あの安着なところもあるので文字そのままを描かないことが多いんですよ、うんうん、こうなん反対の意味にを込めて書いちゃったりとか。なるほどね。なので多分謎解きだとすればすごく難易度高いそうですね。もうちょっとヒント欲しいなってなりますね。美術展みたいにその作者の思いみたいなのを書こうかなって思ってた時もあったんですよ、そのインスタグラムじゃないですか、はい、高校の時、うん、いやここはあえて余白にしてやろうと思って
みんなに考えさせたい。なるほどね、はい、そっか。じゃあ劇的って書いてるけど、おとさんが伝えたいのが平穏とかの時もあるってことですもんね。もちろんあります。そっか、光を伝えたいから影って書くみたいなことか。そうです、そうです、そうです。うん、めちゃくちゃ高度なことやってるじゃないですか。もう本当自己満足なんです。うん、うん、なるほどね。例えば伝えたいメッセージをこういう風に書こうかなっていう、大体どれぐらいの時間かけるものなんですか？作品にもよるんですけど、割と生活がもうここを中心に回っちゃってるので、趣味を中心に回っちゃってるので、はい、仕事しながらとか、うん、こう片隅で考えたりとか、うんうん、だからでそれを夜か朝かどっちかで表現する。結局1日ぐらいしかかかってないんでしょうね。バン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 作ってる方だと思います。頭の片隅にもう味のしなくなったガムみたいにずっと噛んでて、あこれだみたいな感じ。本当にそうです。実際に紙に向き合う、そのポストカードに向き合うのは割と平日とかにもやっちゃうんですか？平日にもやっちゃってるんですよね。すごい。学校の授業での習字しか知らない人間からすると、すずりだったりとか、その墨汁だったりとか、はい、用意と片すのめんどくさかったなっていう印象。なるほど。あ、だとしたらもう想像と違うかもしれないですけど、出しっぱなしです。出しっぱなしなんですね。まあ、あの生活の必需品なので、うんうん、もうずっと置きっぱなしです。筆だけちょっと洗うけど。うんうん、あ、じゃあもうそっか、デスクトップ PC かのように書のコーナーが家にあるんですね。その通りです。へえ、まあ、場所も取らないし、うんうんうん、そこまでこう邪魔にもならない。むしろこう炭の香りが漂ってるのがちょっと素敵みたいな。あ、そうなんですよ。うん、そっか、もう十何年共にしてるから。そうですよ、ね、むしろあるのが当たり前なんです。うん、本当多分そうだと思う。なるほど。目標ってありますかって聞いてたりとかするんですけど、それはやっぱりさっきの個展ですか？目標か、目標なのかな、うん、個展は目標なのかな。もうなんかやるって決まってることみたいな感じだなと思って、うん、さらにその先こんなことができたらいいなっていうのがあったりするのかなと思って。ああ、いや多分そこまでやってることはすごいがっつりやってるせに、そこまでこう何をしたい、あれをしたいってはなくて、うん、別に続けたいとも思ってないとか言ったらあれですけど、なんだろう、ちょっとした心の拠り所にずっとなっていってほしいなっていうのが目標ですね。なるほど。続けたいとも思わないっていうのって初めて聞いたなと思って。本当ですか？それはやめたいとか飽きたらもういいやじゃなくて、意識をしないでちょっと向き合ってるという意味ですかね。あ、そういうことですね。本当に。なんかなんだろう、私がほらきっかけ自体がなんか趣味を持とうが先にあって向き合ったことがあるから、うん、それって結局、はい、なんで趣味にできなかったかって、やっぱ自分が趣味って言っていいほど上手だと思ってないからがベースの中で。いやでも例えば歌手の人がたくさんいる中で、でも世の中には趣味で弾き語りをしてる人とかたくさんいるじゃないですか、はい、なんか昔それこそそういう自分が趣味と言えなかった時代って、そういった弾き語りしてる人とかをちょっとこう仕事にもできないのにみたいな見方をしてた部分があって、うんうん、有名にもなれないのに、はい、でも平凡というか、そうやって自分の趣味としてできるその平凡さこそが一番強いんじゃないかって気づいちゃって、うん、それに気づいた時に書道というのを趣味にして、だから別に書道をこうありたいとか書道でこういう風になりたいっていうのが先に目標にあったわけじゃないから、うん、いつ辞めてもいいっていうのも違うしな、なんだろう、目標を持ってまでしてはないんだろうな。でもそれが自分に合ってるなっていう感覚です。なるほど。お話聞いててなんとなく分かりました。お父さんにとってある種食事とか入浴とか、それにその趣味なんだけどそっちに結構近づいてきていて、ご飯食べるのやめようと思わないし、お風呂入るのやめようと思わないし、だけど続けていくだろうしっていうぐらい、自分の生活にさっきも道具がずっと出てるとか、そういうのも含めて生活の趣味っていう感じなんですね。すごい、私の気持ちを代弁していただいて、なんかそれだって今思ってます。あ、よかった。いや、そこまで自分の横にある趣味って強いですね。そうですね、楽しいですよ。うん、だってもう十何年向き合ってるのに、今そんな楽しそうに楽しいですよって、そのね、カメラこそ繋がってないけど、今お父さん笑顔なんだなっていうのが恥ずかしながらめちゃめちゃ笑顔、それすごいなと思って。いい趣味です。
まあ、いい趣味ですね。楽しいですし、それきっかけにいろんな人にこうやって出会えたりとか、うん、以外の人とつながることも増えて、はい、イラスト描く人とか、それこそ歌う人、その人たちとコラボしてとかいうのがすごい楽しくて。ああ、歌う人とかだったら、ジャケットの大事とか、歌詞とかそういうことですか？それこそジャケットをこの前担当させていただいて、文字書いてっていうのをしたりとか、こういうのもやってるんだ。もういい出会いというか、なんかこう、巡り合わせね、そういう別の趣味の人と出会って、同じぐらいの熱量の人と出会うってすごく楽しいじゃないですか。うん、そうですね。石川さんこそ分かると思うんですけど、はい、なんか、あ、そういう見方があるんだ、あ、そことそこって今共通点あるじゃん、全然違うとこあるじゃんみたいなのに気づけるのが楽しい。もともと好奇心があるっていうのもあると思うんですよね、旺盛なところで、はい、だけど新しい分野の人と出会ってそこから何か生み出す、そういうのに出会えた、この書のおかげだなっていうふうに自分では思ってますね。なるほどね。いやすごい。またちょっとこう今までお話を伺ってきた趣味との向き合い方ともまたちょっと違う感じの、でもすごい真に熱を感じる趣味の話ですね。ありがとうございます。いつも最後に伺ってる、その趣味に石川をはめるとしたら何からさせますかって聞いてるんですけど、さっき聞いていただいた通り、僕は本当に中学校ぐらいまで、高校ではやってない気がするな、もうそれすら曖昧なんです。中学ぐらいの書道の授業でやったのが最後ぐらい、書いてないんですよ。はいはいはい。が、あ、ちょっと書やってみようかなって思わせるために、おとさん何させますか？悩ましいな。おそらく今まではすごく真面目なものをしてきたと思うんですよ。その書というものに関して、もう真似をする、はい、してきたと思うので、ぜひ紙じゃないものに書いて、その楽しさを味わってほしいんですよ。お、私が一番楽しいなって思いながら書くのって、人一人分ぐらいの大きな板に、もう思い思いの文字を書くっていうのが一番楽しいんですけど、それを一回やってみてほしい。もうせめて書き初めのなんか半紙4枚分ぐらいの長いやつ、までしか書いたことないですね。そうでしょ。じゃあ、紙のなくて、木のって結局木によっても違うし、大きさによっても感覚変わるし、筆の乗りも全然違うので、この板をどう描くかっていうのをぜひ考えて、空間をどう使うかとか、どこに書くかを迷ってほしいです。いざその木と向き合った時に、まず何書こうかなっていうところもいろいろ考えちゃいそうですね。あるんです。例えば大きく書く人もいれば、端から攻めていこうとする人もいて、石川さんはどこから書いていくのかなっていうのがすごく気になります。確かに、ちょっと今その課題面白そうと思ってる。ぜひぜひ。はい、おとさんの作品はインスタグラムでも拝見できるんですよね。はい、インスタグラムでぜひご覧ください。概要欄に貼っておきますので、皆さんぜひ見てください。はい、ぜひどんな風に受けたのかとかコメントいただけたら嬉しいです。おとさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。コロナ禍ではいろんなことができなくて、やはりネガティブなイメージが多かったりしますけれども、逆を言えば外に出れなかったからこそ、いつもと違う生活になってしまったからこそ気づけたものっていうのもありますよね。おとさんもそこに気づいたみたいで、ずーっと自分の生活にあったものが見方をちょっと変えるだけで、自分の人生にとって、生活にとって必要不可欠だったものに気づけるって、すごく素敵なことですよね。というわけで、本日の趣味川柳。向き合って内面映す墨と紙。向き合って内面映す墨と紙。おとさんがおっしゃっていた、どういう風に書こうかなーって一日ぐらい考えて、向き合って表現する。どちらかというと学校でしか書道を習っていない僕なんかは、こうやって書くんだよっていうものを映すものが書道っていう印象が強いですけど、イラストだったり絵画だったり音楽だったりみたいに、自分なりの表現ができるものとして墨と筆を握ったことはないような気がします。こういう固定概念をちょっとずらすっていうのも、
趣味を見つけるヒントになるかもしれないですね。というわけで、いつものゲスト募集です。どんな趣味でも構いません。番組に出演してみませんか？あなたの好きなものの話を聞かせてください。ムシャラジに出演してみてもいいよという方、ツイッターでムシャラジを検索していただき、固定しているツイートにいいねをお願いします。もちろん直接 DM をいただくのでも構いません。またメールアドレスもご用意しております。メールアドレスはムシャラジオアットマーク gmail.com。ムシャラジオは musharadio です。ご応募いただいた方、収録させていただいた方、ボツにするということは一切ございません。本当にお気軽にご応募いただければと思います。最後に、ムシャラジは、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music、KKBOX、YouTube などで配信しています。内容はどれも同じなので、使いやすいものでお楽しみください。その際、番組フォローやコメント、評価をお願いいたします。あ、最後に、6月24日、東中野雑談にて、リアルトークイベントを行うことが決定しました。ムシャラジのツイッターなどでご紹介しておりますので、ぜひ検索して覗いてみていただけたらと思います。なかなか直接お会いして喋る機会もないので、ムシャラジと喋ってみたいなって思ってくださる方がいらっしゃいましたら、6月24日、東中野でお待ちしております。それでは、今回は、書をいただきました。ごちそうさまでした。お相手は石川でした。バイバイ。